お疲れ様です。ラットです。ってことでね、今日もクラッシュロイヤルやっていきたいと思うんですけど、今日はですね、こちらの、枯渇デッキですね。枯渇ですね。はい。超枯渇デッキを使ってね、やっていきたいと思うんですけど、こちらね、見てわかる通り、まあ、呪文が、ない。まあ、言ったら、バレルがね、呪文なんですけど、その、雪玉とか、まあ、ファイアーボールとか、そういう中型とか、まあ、小型のね、スペルが入っていない枯渇デッキっていうのでね、まあ、ちょっと珍しい形だと思うんですけど、最近ね、普通にもうペッカとかにも、リーグでペッカとかも、スペルなしペッカを使ってね、勝ってる選手とか見たり、なんかね、そのスペルって結構デッキに当たり前のように入ってくる感じがするんですけど、まあ意外とね、入ってないデッキもね、ちょくちょくあるんでね。はい、というわけで、今日はですね、スペルが入ってない枯渇デッキ、というわけで、やっていきたいと思うんですけど、しょっぱなからね、多分、結構きついやつ引いちゃいましてね。高回転の、まあ、ロイジェイですね。ウッドライトニングのロイジェイだと思うんですけど、多分、僕の記憶が正しければですね、流行っているやつですね。はい、でもこれね、ウッドを割く場所が相手めちゃくちゃあるんですよ、これ。今、プリンセスにウッド打ったんですけど、そしたら今度ね、端前アウトローしちゃえば、多分それだけで相手、きついと思いますね。しかもライトニングなんですよ。だからこれでバレル打って、コキー！はい、勝ち。もうね、ニアトリスタンプちょっと今僕めっちゃハマってるんですよね。来た。よし、オッケー。これでまた相手、今ウッド裂きましたと。はい、もうスタンプ連打ですね。はい、連打からの、今相手ウッド裂いたんで、シンプルにね、スケバレとかがだるいんですけど、まあスケバレの対応にはね、オーブンだったりベビドラがあるんで、一回ね、後ろから行きたいなと思います。からの、ベビとか咲いてくれたら美味しいんですけど、まあ、スケバレだけ単体飛ばしつつ、コウモリはね、ベビドラで対応される可能性が高いんで、つけないですね。で、ここは、待って、ミスった。吹き矢とちょっとミスったっすね。これを延命しつつ、これね、こっち側にバレル打つことによって、相手はこのプリンセスをね、処理できないっていうね、嫌がらせですね。OK。で、ここ、またね、相手が対空裂いてきてくれたのを、しっかりここでね、吹き矢とかね、まあ、プリンでね、美味しくいただきます。ここスケバレつけてあげて、よいしょ。でもこれだけできついですね。まあ、オーブンかな。あ、トリトン。じゃあ僕もトリトン使うよと。あ、で、この辺はトリトン対決は端の方が勝つんで、そうです。負けちゃいますね。トリトンって結構同時に引っ張るとき、どっちが引っ張るのみたいなときあるじゃないですか。あれは、ですね、結構、もう、判明されてまして、端に近い方、相手陣地に近い方が、勝つような仕組みになってますね。で、今は僕のトリトンより相手のトリトンの方が、まあ真ん中寄りだったんでね。その僕が負けたって感じですね。でもこの辺もう、イケイケ、どんどん、かな。よいしょ。で、ウッド、ちょっと今回ってるか、把握できてなかったので、一回飛ばさないで、OK。え、これさ、相手止めんなくね？はい、来ました。これもね、いけいけどんどん。ってことで、ウッド裂いたんでね、こうガンガンでいきます。で、最後は、防衛ね、トリトン構えつつ、これでね、ファンタジーですね。ファンタジーロワイヤルのために、クラウンをね、稼いでいくという感じで、もう相手が高回転のね、ウッドデッキなんですけど、まあ高回転、まあ中回転、結構ね、流行ってるテンプレなんですけど、もうそれに対してもね、余裕ですね。しかもさっきやってて、この迫撃ディガー、結構ね、まあ見た感じ、その辛いはずなんですけど、その結構ね、ちょっと高い人にも、勝てたりね、します。まあね、使い主もあるんですけどね。はい、というわけで、次、やっていきたいと思います。なんで、結構バレルにウッド裂いたら、アウトローダックプリの形とか、逆にそのプリンセスにウッド裂いたら、もう本気でね、形を作って降りに行くっていうイメージで、多分、でも相手は多分ね、しびれを切らして、絶対どっかにウッド裂いちゃうんですよね。アイスピだったんで、まあ、トルネーの可能性あるんですよね。なんで、一回ちょっと外したい。お、ウッド裂いた。あー、ウッド裂いたー。ウッドバルキリー。ウッドバルキリーはちょっとわかんないですね。ザップだと思ったんですけど。ウッドバルキリーは珍しい。ディガー来たらトリトンで。あー、ホグ。これバルキリーじゃなくて、これちょっと無能でしたね、今。このコウモリがもったいないんで、スカブレをもうちょっと早めにつけたいですね。で、バルキリーなのが、ちょっとネックですね。で、バルキリートルネのウッドですね、これは。で、多分これ、キング起動ワンチャンされるんで、こっちに出してあげて。あー、ウッド使った。いや、きっつい、これ。
めっちゃきつくないこれ。まあでも右側なんかダメージ入ってますね。これ今ね、アウトロー出しちゃうとバルキリーでね、一掃されちゃうんで、相手がバルキリーとか持ってる時は結構丁寧にね。あ、雪玉来る？ん？雪玉じゃないな。トルネウッドだ。うい！オッケー。いや、本当はこういうのはね、あの前にスケバルつけるだけで、相手は苦しくなります。なんで、カウンターの時に絶対端前スケバルをつける意識で行きたいですね。であとはウッドを持っているんで、どうやって削るかなんですけど、スペルがないんで、あの、後ろからね、そのファルチとか片に作られた時に、あの、突破できないんで、この左逆サイをね、もう削っていきます。さっきまで削ったあれは捨てていきます。はい。というわけで、名前つけるのむずいっすけどね。ミカトリ？ミカトリっすかね。ミカトリ。うんとか言わないでくださいよ。誰がニワトリの真似してんすか。本当に。もしかしたら。いや、マジでニワトリスタンプ鬼いっすよね。あのね、煽り性能が。煽り性能高いっすよね。え、めっちゃいいっすよ、ニワトリスタンプ、本当に。いや、僕もマジでハマってんすよね。えぐいっすね、マジ。あ、これトリトン引っ張るよ。よしよし。しかもこれ流れでイケイケどんどんっすね。ウッド先ましたね。なんでこう、もうここでコウモリにも取り寝したいし、でもバレルにも相手は取り寝したいんで GG。よし、きたー。あ、でもそんなこと言わないでください。あの表現がね、ミカさん汚いっすよ、マジ。これ始まりプリンでフィニッシュ。ピン。よし。というわけで、正直ね、あの、僕当たった瞬間これボコボコにまくるだろうなと思ってたんですけど、あ、やった、あ、やった、そんな。いやいや、僕がうまかったんですよ。あ、そういうこと。はい、いやー、やるね、あざっす。いや、あ、こげ、やばい、ニワトリスタンプするの忘れてた。あの、ライキさんがツイートしてたんですけど、僕あの、もう試合に勝つたびにね、みんなにニワトリスタンプをしてるんですけど、決して煽りではないですね。あの、もう勝利のね、あの、祭り、おたけび、僕の煽りで使ってます。あー、美川様ですね。僕はこれ挨拶ですね、挨拶。はい、というわけで、まずね、バレル飛ばしつつ、てか相手がウッド持ってても余裕で勝てますね。なんで正直、あの、ウッドに余裕で勝てるなら、もしウッドを持っていない相手だったらどうなるのかっていう感じですよね。よいしょ。これちょっと歩いて、ペッカ説ありますね。よいしょ。あ、スケバレで流しつつ、これトリトンでアノマジエチャ、オッケー、引っ張って、オッケー、いいよ。で、ここのプリンセス延命して、あ、相手ペッカですね。相手ペッカなんで、この、プリンセスとかフキアを処理できない。来ましたね。なんで、なんかうまく防衛し、延命しつつ、延命しすぎないようにしていきたいですね。あー、このトリトンはちょっと厄介ですね。両方処理されちゃいますね。まあまあまあ。なんで、あの、攻めすぎると、陸受けがね、こう、まあ、ダックプリタードローがあるのはあるんですけど、ありすぎるわけではないので、ほどほどに、軽い攻めをして、しっかり守ってを繰り返していきたいですね。約束したとは、うわ、死にたー。あの、僕も何が起きてるのか分かんないんでね。はい、すいません。いや、愛を込めて花束を見て、なんで死にたー。まあ、仲がいいって素晴らしいですね、本当に。いや、このシリがお気に入りって池かじゃないかみたいな。ラットのシリは揉むのがちょうどよくて、コタのシリは叩くのにちょうどいいんだよ。これね、スペルないんでね、このダックプリとかがちょっとだっていうか、あの、突進がね、止まれないっすね。なんでしっかり許容して、ここでね、形作っていきたい。あー、形作りたかったな。これコウモリがちょっと厄介ですね。もうこれガンガンいきます。マジアチャが来るから、もしかしたら。エレキ咲いた後でちょっとこれ辛いと思うんですよね。オッケー。これエレキもないから、オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケーオッケー。あー、待って、これミスった。逆いっちゃ、逆いっちゃった。まあでも、最悪トリトンで引っ張ればいいんで。で、相手もトリトンで引っ張るかもしれないんで。ちょっと待てよ。ジーアチャが、ジーアチャがちょっと厄介なんですけど、しっかり許容して形作りたいですね。あ、ワインの吹き矢が、これやばい。あ、でもこれは多分1個守れないから、これ多分守れないんですよね。あ、やばい。
あ、待って、ちょ、俺に時間を考える時間をちょうだい。いや待って、これいや持ったね、これね、めっちゃ相性いいわけではないかも。だけど絶対勝てましたね。うわ、もったいな。なんかうわー、コキコキ言ってっからな。待って、本当にもうね、うわ、言いたくないですけど、もう無だった。何やったか、もう力が上げっていう。僕ね、こういう作るセンスあるんですけど、はい、拾ってきました。あげかんも見たくないや。いや、これちょっとね、もっと攻めてよかったですね。受けるのも大事だったんですけど、受けすぎてちょっとね、もったいないかったかなと思います。マジアチャが、マジアチャがね、きついんで、マジアチャを抑えた後の時に、しっかり、カウンターでね、やりに行けばね、多分やりましたね。いやー、ちょっと詳しいですね。なんですけど、これね、結構、このトルネウッドとかファルチとかね、強いんですけど、射程がやっぱ短いんで、そのマスケットとか吹き矢とかにね、ちょっとね弱いっていうのがあるんでね、しっかりこのデッキはね、吹き矢とかそういうプリンセスとかあるんで、そこでね、しっかりこう倒していけるんじゃないかなと思います。というわけで、こちら皆さんぜひお試しあれ。では、もうね、なんか鶏としか出てないんですけどね、みかえもみかんさんとまこたもね、気持ち張っとくんで、概要欄ぜひ覗いてみてください。マジでポノスでもみんな動画上げてんのかな。あんま上げてないんですけど、上げてる人は上げてるんでね、ぜひね、動画見に行ってください。では、お疲れ様でした。